はい、今回はですね、こちらです。まあ、さっきまでね、今日学校ね、の夏休みはもう終わったんですけど、学校が今日休校になりまして、また、たびたび休校になるんですよね、最近。まあ、なんでね、なんか、さっきまで、広島駅に行ってきました。そしたらね、こちら、ちょっと、カメラを、JWEST、カード申し込み書みたいな感じ、入会申し込み書みたいな感じで、まあ、特急列車がね、便利でお得、新幹線特急列車が便利でお得みたいな、JWEST カードって書いてあるね、そんな感じなんですけど、これですかね、JWEST カードっていうのはこれですね。でも、これ何の動画かっていうと、これはまあ、ただね、開封して、ちょっと中身を見てみるという感じですかね。まあちょっと決して面白い動画じゃない。であとね、これなんか N7 変形新幹線の、まあ桜ですかね。桜みずほの、まあマークがありますね。ここはなんか男女ですかね。こっちは男子でこっちが女性みたいな。まあ男女の、まあなんか影が書いてあります。中身はですね、ちょっとまあざくっと全部出すと。こんな感じですかね。ここにいっぱい。入会申し込み書の。金魚と書いてあります。こんな感じで。西日本、太郎とか。大概なんか太郎っていう言葉が結構多いので。こんな感じですかね。はい。こんな感じですかね。まあ、こういう感じで書けばいいっていう、まあ、日本じゃないですか。これが、まあ、申し込み書です。これが入会申し込み書ですね。うわ、いっぱい書いてある。これも、全部読めませんね。さすがにこんなの読んどったら頭が痛くなってくるので、やめておきましょう。これが。これがね、まあ、入会申し込み書。っていう感じですかね。で、これが2本。で、もう一個、まあ、JWEST カードの、まあ、パンフレットみたいな感じですかね。パソコン、スマートフォンから簡単予約とかね、書いてあります。で、予約受付時間は、まあ、多分朝の5時半ってことだな。朝の5時半から、まあ、23時まで、感じですかね。発車直前まで手数料なしで、何度でも変更可能とか、好きな座席を選んで予約とか、そんな感じで書いてあります。で、東京、岡山東京間が、通常価格だったら17,340円なのが、スマート、EX だったら、17,140円。エクスプレス予約だったら、6,010円って感じですかね。はい。で、まあ、往復割引商品とかいろんなことが書いてありますね。いっぱい書いてあるな。なんでもこれ全国ですね。移動方面とか。ここにいろんな電車がある。多分西日本全国的に、全国じゃない、西日本のサービスなんでしょうけどね。いや、多分、でも西日本じゃないや、東海地方、東海エリアとか、まあ、ここら辺までですかね。JR 東日本エリアとかね。そういう感じですかね。ところまで、走ってるって感じですかね、このサービスが。そんな感じですかね。こういうのが入ってました。そしてこれはなんか入会申し込み書を送る用の、専用の封筒ですね。ここに住所とか名前を書いておけば、いいですね。はい、そんな感じです。というわけで、まあ、ちょっとね、しょうもない動画にはなったんですけど、まあ、中身はこんな感じです。今まだ、ね、高校生なんで、勝手に申し込むことを親が
多分きっとダメと言うでしょうけど、いつか入ってみたいものですね。こんなにお得なら。お得って言ってもまあ100円ぐらいなもんなんですけどね。 EX とか、EX 予約とかね、そういうのでも100円ぐらいなもんですよ。大概そういう特急とかね、そういうあの高速鉄道とかっていうのは高いので、ね、っていう感じですかね。そんな感じです。まあ、詳しくは、まあ、JWEST カードで検索してくださいね。この、まあ、ホームページがありますので、入りたい方は、まあ、これに記入するか、詳しいことが、まあ、知識が、ありたいっていう方は、まあ、公式のホームページを検索してください。という感じです。というわけでですね、今回の動画は以上です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。